大家好，我是猪鼻子，欢迎收看猪猪开箱系列第三集。本集我们要继续回顾名侦探柯南名言扑克牌中的角色名言出处。接下来就请大家和我一起看看大阪组、日本警视厅刑事部、黑衣组织以及鬼牌都有哪些名言吧。私があんたの門になったん？なに、心配するな。昔の傷口が開いただけだ。過去に置いてきたはずの古傷がな。事件を呼び込む疫病神は毛利君かと思っていたが、君の方かもしれんな。いや、その正義って言葉はね、やたらと口に出して振りかざすものじゃないの。自分の心の中に大切に秘めておくものなのよ。ねえ、約束してくれる？絶対にいなくならないって。私の前からいなくならないって約束しなさいよ。いや、逃げられちゃったよ。本当に確保したかった大切な星にはな。ダメですよ、忘れちゃ。それが大切な思い出なら忘れちゃダメです。人は死んだら人の思い出の中でしか生きられないんですから。裏切り者は匂いを消せねえからな。焦るなよ、金が先だ。ええ、どっかのバカがやらかしてるらしいですぜ。あたいのこのスコープのど真ん中に獲物を突っ込んで興奮させてちょうだいね。何してんのさ、やるの、やらないの、どっちなんだ。捕らえた、撃っていいか。俺、頭がいい。Secret makes a woman woman. 女は秘密を着飾って美しくなるのね。いや、我々の心臓を射抜けるシルバーブレッドはもう一発。傷つけるような人間になっちゃダメだって。やっと会えたな。
愛しい愛しい宿敵恋人さん。フィアオブデスイズワースザンデスイッセル。死の恐怖は死そのものより人を悩ます。はじめまして、バーボン。これが僕のコードネームです。とっとと出て行ってくれませんかね。僕の日本から。本次的开箱影片就到这里结束了，如果喜欢的话请订阅我，谢谢。感谢各位的收看，我们下期再见，拜拜。